創造的メモ。ブラック企業から倍率100倍のホワイト企業に転職を成功させてぬくぬくサラリーマン YouTuber してる私サラタメがお送りします。今回は現時点で約50万部以上売れているという化け物級ベストセラーメモの魔力について解説します。本書を書かれたのはあの前田裕二さんです。前田裕二さんといえば早稲田大学を卒業されて、その後外資系投資銀行に入社して数年の海外勤務を経て、今ではライブ配信サービスを運営するショールーム株式会社の社長をされている方。そしてなんとも可愛らしい顔をしたイケメンですし、テレビとか出てる姿見るとすげえいい人そうですし、しかも元カノが石原さとみっていうね、もうなんだか自分で言ってて悲しくなってくるぐらいの超ド級の成功者、それが前田裕二さんでございます。その前田さんがなんでそんなに超ド級に成功することができたのか、これ皆さん知りたくないですか？石原さとみと付き合いたくないですか？すいません、石原さとみさんはどうにもならないかと思いますが、前田さんのビジネスマンとしての成功の秘訣は明確でして、それが本書の結論でもあり、タイトルにもある通りメモなんです。前田さんはメモの力を信じています。メモが夢を叶えるし、メモが人生のコンパスになって我々を成功に導いてくれると語っています。いやいや待ってくれと、俺だってメモぐらいはしてると、ちょこちょこメモはしてるけど全然成功してないし、石原さとみとも付き合ったことがないと、おいおいどうしてくれるんだいと思われる方いらっしゃるかもしれません。そう思われた方にお伝えしたいのは、お願いですから、まず一旦石原さとみさんのことは忘れてください。それですっきりした頭でこの言葉を聞いてください。我々はメモをしているようで本当の意味でのメモはできてないんです。メモしてるようでメモできてない、なんじゃそれと思われるかもしれないので、より詳しく解説していきますが、まず前提としまして、メモっていうのは大きく2種類に分けられるんです。記録のメモと知的生産のメモです。記録のメモっていうのは情報や事実をそのまま切り取って保存するためのものです。これが多くの人がイメージするメモだと思います。まあこの記録のメモっていうのも大事なんですけど、もっと大事なメモがもう一つの知的生産のメモです。知的生産のメモっていうのは、要はアイデアを生み出すような創造的なメモです。自分なりの視点でアイデアを生み出すようなアウトプットです。この知的生産のメモが前田さんが言う人生を変えるメモであり、その知的生産まで含めたメモをするメリット、そして具体的な方法というのが本書のメインテーマでもあります。ここで勘違いしちゃいけないのが、記録のメモがダメっていうわけではありません。記録のメモがダメっていうわけではなくて、記録のメモはベースであって、それにプラスアルファで知的生産のメモをすべきだということです。その記録のメモと知的生産のメモ、この2種類のメモを使いこなせるようになるとどんないいことがあるか、本書にも書かれていますが、メリット満載です。ざざっと挙げていきますと、まずシンプルに情報が頭に入りやすくなります。もしよく会話の中で相手からですね、話聞いてたとか言われちゃうなんて人は、ぜひメモを取るようにしてください。相手の話をメモしようと思うと自然と集中して聞くことができますし、そして手を使って大事なポイントを実際に書き込む、こういう動作を加えるだけで、ついつい流れていってしまいがちな情報も頭を素通りしにくくなるんです。それからただ文字としてメモするだけじゃなくて、図形ですね、例えば丸とか四角とか、あとはピラミッド型とか、そういう図形を使って自分なりに分かりやすい形にまとめてメモしたりすると、聞いた情報を構造化することができて、さらに頭に入りやすくなります。あとこれが本書に書いてあって非常に面白いメリットだなと思ったんですけど、相手のより深い話を聞き出せるっていうメリットです。これどういうことかっていうと、要は相手が一生懸命メモを取られると喋ってて気持ちいいってことです。想像してみてほしいんですけど、例えば自分が友達とかにこの前読んだ本が面白くてさみたいな話をするときに、普通にへーって聞かれるより、ちょっと待ってとか言ってカバンからメモ帳を出してきてメモしながら聞かれたら、それってめっちゃ嬉しくないですか？その話す側の嬉しさ、気持ちよさをちょっと言葉悪いですけど利用するんですよ。相手に一歩踏み込んだ他の場所ではなかなかしない話を聞き出したいと思ったら、私は恥ずかしながら小賢しいサラリーマン代表みたいなところあるんで、このテクニック、メモの魔力を読む前から実践してました。そんな経験者から補足させていただくとですね、飲み会とか普通ならメモ取る人がいないようなシチュエーションでやると一番効果があるかなと思います。ぜひ上司とか得意先の偉い人との飲み会、特にオラオラ系の人には効果抜群ですので、やってみてください。普通じゃ絶対教えてくれないような情報を聞き出すことができるかと思います。ということで、ここまででメモの重要性、メリットをお分かりいただけたかと思いますので、ここからは本題の知的生産にまでつながる前田さん流のメモの取り方について詳しく解説していきたいと思います。
まあ詳しくとは言っても細かい部分は省略しちゃってかなりざっくりと説明しますので、より詳細に知りたいという方はぜひ実際に本を読んでいただきたいと思います。それでですね、大枠で言えば3ステップ、ファクトを書く、抽象化する、転用する、こんな順番で進んでいきます。これイメージしづらい方はぜひ画面も見てください。まずノートは見開きで使います。せせこましく書かずに大きなスペースに自由な発想を広げましょう。そして右側のページは縦の線を入れて2分割にします。これだけで準備は完了です。そして左側のページにはファクト、つまりどこかで見聞きした客観的事実を書きます。例えば会議であれば交わされた会話内容の大事なポイントを書いたり、 SNS とかで心が動くような情報があればその情報をそのままメモするといったようなことです。そういった記録的なメモをまずは左側のページに書きます。ここまではいつものメモと変わらないので簡単かなと思います。ここから右側のページに行くわけなんですが、ちょっとやることがレベルアップします。右側のページに行ったら、その右側のページが縦に分割されてると思うので、その左側の方に抽象化、先ほど書いたファクト、客観的事実を抽象化した内容を書きます。この抽象化っていうやや難しそうな言葉についてはまた後で補足します。そしてさらにその抽象化した内容の右側に、じゃあ自分はどうするかという具体的アクションを記入する、そんな手順です。そうやってファクトを書く、そのファクトを抽象化する、そしてアクションに転用する、こんな順番で進んでいくわけなんですが、そうですね、言葉的にも自分でやってみるのもおそらく2番目の抽象化が一番難しいかなと思います。この抽象化、わかりやすく言えば具体的な事実からもっといろんなことに応用できるような抽象的な法則を見つけるっていうことなんです。まだ分かりにくいと思うので具体例をお伝えしていきます。例えばそうですね、最近雨上がりの宮迫さんとか、元スマップの草薙さんとか、ロンドンブーツの淳さんとか、ローラさんとか、そうそうたる芸能人が YouTube に参入してますよね。例えばこれを左側に書くファクト、客観的事実としましょう。そこから抽象化、もっといろんなことに応用できるような抽象的な法則を見つけるわけなんですが、たまたまかもしれないんですけど、今挙げたタレントさんってなんか事務所といざこざがあったっていう方多いですよね。ってことはもしかすると今挙げたようなタレントさんは事務所の大きな力を頼らない方法を模索して YouTube にたどり着いたんじゃないかと。今までの時代で言えばメディアに露出するためには事務所に所属してプロデュースしてもらって事務所の看板を借りるみたいなことが絶対に必要だったわけなんですが、その必要性が薄れてきてるんじゃないか。これからは事務所といざこざがあるなしに関わらず、才能あるタレントさんたちは自分で自分をプロデュースして自分自身でメディアを持つ時代になるんじゃないか、みたいな法則、流れみたいなものが見えてくるかと思うんですが、これが抽象化です。さらに俯瞰的に芸能界とかからも離れたかなり高い視点から見たら、世の中全体の流れとして大きな組織に所属するメリットが薄れてるんじゃないか、個人個人がメディアになるという流れがこれからもっと加速するんじゃないか、みたいなレベルまで抽象化できたりもすると思います。そこから転用ですね。じゃあ自分はどうするかを考えるとすれば、例えば私みたいなサラリーマンであれば、大きな会社、安定した会社に所属するだけで得られるメリットっていうのは減っていくんじゃないかとか、たとえ普通のサラリーマンだとしても自分なりに発信も受信もできるメディアを何か持っておいた方がいいんじゃないかとか、そういう自分自身の行動指針につなげるんです。今お話した事例で言えば、芸能人の YouTube 参入というファクトから、言ってしまえばあまり関係なさそうなサラリーマンの生き方、働き方みたいなところまで転用してるわけです。いかがでしょうか。なんとなく抽象化、そこからの転用、この感覚分かっていただけたでしょうか。この部分はですね、本書を解説する上で特に大事なところなので、もう一つ本書に実際書かれている具体例もお話しておきます。実はですね、前田さんご自身がされているショールームっていうビジネスも、この前田式メモの3ステップから生まれたんです。前田さんは昔バンドマンとして路上ライブをされてたみたいで、その時に自分の歌いたい歌を歌うより、お客さんからもらったリクエストの通り歌った方がファンになってもらえるし、投げ銭お金ももらいやすい、そんな体験、事実、ファクトがあったようです。その事実から前田さんは抽象化して、アーティストがマネタイズする方法、お金を稼ぐ方法について考えました。前田さんが見出した法則は、アーティストがパフォーマンスでお金を稼ごうと思った時、歌とかそういうパフォーマンスのクオリティが高いとかそういうことよりも、実はアーティストとお客さんの双方向のコミュニケーションで生まれる絆こそが大事なんだと、その絆こそがマネタイズ、ビジネスの鍵になるんじゃないかという法則を見出したんです。その抽象化から双方向でコミュニケーションが取れて、直接お客さんからの投げ銭をアーティストがもらえるショールームっていうプラットフォームを作られた、そういうことなんです。
さすがメモの達人ですよね。ファクト、抽象化、転用、この3ステップを最大限活用してビジネスを生み出し、さらに成功に導いてるんですよ。いやいや、そうは言ってもメモの書き方をちょっと変えただけでアイデアなんか出てこないよと。抽象化なんてうまくできなかったら右側のページがもったいないじゃんとか思われるかもしれませんが、その通りなんです。だからこそこの前出し式のメモには意味があるんです。右側のページがもったいない、右側だけ空白になったらなんか気持ち悪い、そのプレッシャーが我々に強制的に抽象化をさせてアイデアをもたらすんです。頭の中がどうしてもぐちゃぐちゃになってしまう、思考を丁寧に整理してみたいという方はぜひ一度騙されたと思ってですね、見開きでノートを使って左側に事実、右側に抽象化した法則とそこから転用した自分のアクションを書き込んでみるという前出し式メモ術を実践してみてください。とは言ってもさらためさんと私は抜群に面倒くさがりで、前田さんみたいに丁寧に思考を整理できる気が全くしないんだという方に向けて、そこは同じく群を抜いて面倒くさがりのさらためが補足させていただきます。もう私レベルの面倒くさがりになると事実と転用を殴り書きするだけにしちゃいます。事実を書いてそこから矢印引っ張って転用したアクションを書く、それでもう終わりです。自分の心が動かされるような事実が何かあれば書き込む、そこから抽象化とかもう挟まずに、そこをじゃあ自分はこうすると転用したアクションだけを書きます。このさらため式メモだと正直前田さんのものよりかなり思考が雑になると思います。後でメモを見返した時もどういう思考のプロセスがあったのか分かりにくくなります。ただですね、圧倒的に楽にはなるので一長一短なんですけど、どうしてもめんどくさいんだという方はまずさらため式で試してみてください。前田さんもですね、本書の中でフォーマットにこだわる必要はないし、抽象化だけして自分ならどうするかっていうこのアクションの部分を考えないとただの評論家で終わってしまうと、それはそれで良くないとおっしゃってたので、さらため式のズボラな事実と転用したアクションしか書かないメモでもきっとお許しくださるかなと思います。ただこれもぜひお伝えしておきたいんですけど、私は残念なほどズボラですけど、アクション行動へのこだわりはありますので、ノートに転用したアクションを書くだけでは終わりません。そこからさらに今すぐできることがあればスマホのトゥードゥーリストにも書き込みます。私は Google カレンダーのトゥードゥーリストとかエバーノートを使ってますけど、これも非常に大事です。というのもノートに大層なアクションプランを書いたところで、本当にそれを行動に移さないと意味がなくなってしまいますんで、自分が毎日見るようなトゥードゥーリストにまで落とし込む、ここまでやると目に見えて自分の成果が変わる、そんなメモになるかなと思います。はい、ということで今回はショールームの社長である前田裕二さんが書かれたメモの魔力について解説しました。まとめると本書の結論は、メモは人生を変える、メモは成功の秘訣なんだよというものです。メモを取りまくるメモマンになると、情報が頭を素通りせずに記憶に定着しやすくなったり、情報を構造化するのが上手くなったり、あとは相手を気持ちよくしてより深い情報を聞き出すことができる、そんな様々なメリットがありますと。それで一口にメモといっても、メモには記録としてのメモと知的生産としてのメモの2種類がありますと。多くの人が記録のメモだけしてたりするんですが、その記録をベースに知的生産のメモにまでつなげましょうと。そのための方法はノートを見開きで使って、左側に事実、右側に抽象化した法則とそれを転用したアクションを書きましょうと。もしそれがどうしてもめんどくさいという方は、さらため式ズボラメモ術として事実と転用したアクションだけでもいいかもしれません。ただ行動することがとても大事なので、ちゃんとトゥードゥーリストにまで落とし込みましょうねと、そんなお話をさせていただきました。そうですね、いろいろお話しましたが、前田さんもおっしゃってますし、さらため的にもすごく大事だと思うことは、まずガンガンファクトをメモすること、そしてどうにか頑張ってそのファクトの先に見えるものがないか脳みそに汗をかいてみるっていうことなのかなと思います。ぜひ手始めにコメント欄に私が今回話した情報ファクトだけでもメモしてみてください。そして余裕のある方は抽象化転用に挑戦してみてもいいかもしれません。見たり聞いたりしたファクトも思いついたアイデアも我々の頭の中で浮かんでは消えていきます。もちろん使い物にならないようなアイデアもあるかもしれないですけど、もしかすると100個に1個ぐらい人生を大きく変えてくれるような超ナイスアイデアが紛れ込んでるかもしれません。そんなアイデアが浮かんだビッグチャンスを逃さないためにも、頭から消えちゃう前にガッと掴んでメモに落とし込む、これを少しずつ習慣化することから始めていくといいのかなと思ったりしました。今回は以上でございます。もしこの動画がためになったという方は、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。説明欄に今回ご紹介した本のリンクも貼っておきます。おすすめの本ですので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あとツイッターもやってますので、よければフォローしてみてください。ではまたお会いしましょう。 See you next time.